最近、あれだわ、俺、未だに見るわ。なんか、あの、自分のさ、クロノトリガーの実況でさ。ナチュラルにさ、風の情景が、あの、ローのマッドに変わる瞬間みたいな、ロボのさ。ロボ、あの、チャペルでロボを引き渡すときに、あの、ナチュラルにイチローが入り込んでくるシーン。 あそこ見て一人で笑ってる。結局、うんこちゃんなんだよなーって見ながら、いろんな、ワイワイ見てみたり、なあ。いろんなやつを見てみたりするけど、最終的な着地点は加藤十一なんだなっつって、俺以外の YouTuber のチャンネル登録者数を1日に1個ずつ解除してるわ。だんだん減ってってる、見れる人が。だワイワイは俺伸びてほしいからずっと。あいついいやつ、あいついい、あいつ世界で一番いいやつだから。 ゲーム実況者ってやっぱ基本ゴミしかいないんだけど、一番、一番のゴミは模倣なのね。本当にゴミなの。内側から今腐らせてる途中だから、もうそれよしとして。両極端。一番端にいる、もう人として、いいやつ。ワイワイ。今俺どれぐらい登録してるんだろう自分のな。見てみるかあ。登録チャンネルから見る え、あっさりしょこ、あれるくん、大石加藤のピザラジオ、加藤純一えー、モコの実況、プロレスリング柴田ベルクラ企画、ディスカバリーチャンネル、チャイニーズジャイオ、京一郎のゲーム放送局だけだわ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10個。いや、暴れるくんおもろくない暴れるくん、俺好きだよ、すごい。いや、俺、その、 芸能人の生放送で、カノエイコとアバレルくん、結構群を抜いて面白いと思うんだけど、あの二人。ベルマークか。で、別にさ、通知欲しい人間一人もいないんだよな。たまたま出会ったらラッキーと思うけど、こいつの放送毎回かじりつきより見てやろうみたいなのは一人もいない。ごめん。たまたま出会いたい。なんかアバレルくん可愛いんだよな。なんかさ、喋り方、喋り方可愛くねな,なんとかだと思います。あとさ、 あの、自分の、俺のツボってみんな分かってると思うけどさ、自分の放送タイトルを言っていくうちにだんだんラップ口調になるところが好きだわ。<laughs> あれね、あれマジでちょっと俺ツボなんだよね。タイトル毎回長くて、その、今日のタイトルどういう意味なんですかって聞かれた時に、最初は普通に喋ってるのにだん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 ,だんラップ口調になっていくところが好き。その二人ぐらいかな、芸能人で見てるの。あと誰か面白そうな人いるあ、下振りチューブ最近また見始めた。 なんだっけななんか、いやでも結構見てるよ。結構見てる。ジャルジャル見てねえなぁ。タカチャンネルズももちろん見てる。なんかあれなんだよ。あの、毎日毎日楽しみにしてみたくないの、俺。あの、ハンザーもそうだけど、溜めてボンって見たいのね。だから、しばらく離れたいの。で、うわ、こんなにあるっつって、ザッピングしてみるのがすごい好きなのね。 で今またちょっと霜降りチューブから離れる時期。俺、だから10個ぐらい若いと思うんだけど、そういう奴らが喋ってるの見て面白いって思うと思わなかったんだけど、やっぱ面白いんだな。カジサックは見てないね。一歩も見てないかな ?YouTuber だからさ、なんか。俺別に YouTuber、なんかね、キングコングのチャンネルとかだったら面白いから見てるけど、なんだろうユ、YouTuber として別にあの、YouTuber 見てるやつあんまりいねえから俺。 もったいねえなと思っちゃう。ユーチューバー r コテコテの芸人芸人してるチャンネルの方が好きかな、俺は。俺、東海オンエアも見てるよ。そしつら可愛い。可愛くて見てる。うんことか食うからさ、なんか、いいなと思って、うんこ食ってたんだよ、俺が見た時。あ、うんこ食ってるくれるやついるんだなと思って。 な鹿のうんこ食ってたのね。落ちてる鹿のうんこをこ食わしてたから、あ、そういうの俺たち以外にもやるやついるんだ。出会ったと思って。うんこ食ってた。なんか公園で落ちてるうんこ。俺、うんこ食うやつは基本的に好きなの。シミケンさん、横山緑東川オンエア。三大食粉、食粉族じゃん。この三人。いや、うレペゼン地球とかは行け、行けすぎてて見れない。イケてるじゃん。なんかすごい。 クラブの DJ やってるやつって、あ、本当に、本当のヒエラルキーの頂点だろ。俺のイメージ。だってさ、クラブで DJ やってんだよ。回せないぜ。そんなの。あと、あの、 ああ、でも、最近あの動画見た、俺ね、これ不禁慎なこと言うよ。あの、親が死んでるやつにすごい共感持っち,ちゃうのね。<laughs> 俺はフィッシャーズの、あの、さ <laughs>、お母さんが死にましたって動画上げてるやつと、その、レペゼン地球にも親父が死にましたって動画上げてるやつがいたのね。その二人は、もう俺的個人的な友達だと思ってるから、その、そう、マサイフィッシャーズのマサイとレペゼン地球のお父さんが亡くなった人。ああいうやつらは応援したくなるよね。 <laughs> 俺恥ずかしながらその動画見て涙流した。<laughs> マサイーって。でも天国からお母さんはさ、お前が立派になったことを喜んでるよマサイーって言いながら泣いてた。最近だから俺もマサイが気になってしょうがない。あいつは大丈夫なのかあいつはママが亡くなっちゃったけど、精神は大丈夫なのか今俺が日本で一番マサイのこと気にかけてるよね。